報道特集の膳場貴子氏は報道特集に最後出演し挨拶をしたとのことですが、その報道特集への発言にツッコミが殺到し大炎上しているようです。膳場氏の発言内容と膳場氏の今後の出演番組、これまでの報道特集のやらかしぶりなど、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。フリーアナウンサー膳場貴子氏は30日、8年間キャスターを務めてきた TBS 報道特集土曜午後5時半を卒業しました。膳場氏は番組の最後に、私も今日で報道特集を離れますと切り出し、8年間お付き合いをいただいたのですが、この8年間は調査報道の意義が増すのを実感する時期でもありました。今は情報量も多いですし、誰もが発信できる時代です。いいことだと思いますと、この8年間を晴れやかな顔で振り返りました。その上で、でも同時にフェイク情報を鵜呑みにしてしまったり、どこかで聞きかじった、誰かの意見で議論を済ませてしまったりという危うさを感じていますと、情報発信のあり方について私見を口にしました。現場で当事者の声を伺って事実を積み上げてお伝えするこの番組が、皆さんの役に立てたらいいなという思いで毎週この場におりましたとも述べ、改めて8年間ありがとうございましたと視聴者に謝意を示しました。 NHK アナウンサー出身の膳場氏は2016年4月から報道特集キャスターを務めてきましたが、4月7日からは関口博史氏に代わり、同局系サンデーモーニング日曜午前8時の新たな司会に就任する予定です。なお、膳場氏の後任となる報道特集の新キャスターは TBS 山本恵里香アナウンサーが務めます。ニュースを深掘り。というわけで、フリーアナウンサーの膳場貴子氏は報道特集を卒業するにあたり、最後に視聴者に挨拶をしたということでしたね。膳場氏の挨拶には、どんなひどいことにでも品性を持って真摯にコメントしてくれる姿が好きです。報道特集を去られるのは本当に残念ですが、サンデーモーニングでさらなるご活躍を拝見したいと思いますと好意的感想も見られましたが、事実を積み上げてお伝えするこの番組が、皆さんの役に立てたらいいなという思いで毎週この場におりましたという部分には、捏造、歪曲、印象操作、偏向報道の TBS が何の冗談だ、あの国の人が番組に関わってるから信憑性が低い番組だったよね、 TBS とテレ朝が報道を名乗ること自体が質の悪い冗談でしかない、臆面なくこういう発言できるなんて、どれだけ面の皮が厚いんだろうね、と辛辣な意見が多数寄せられています。実際、昨年10月の放送では、安倍晋三元首相へのデジタル献花について、デジタル献花に信者が影響？と取り上げたため、放送を根拠に旧統一教会が関係していたという虚偽情報がネット上に拡散していました。最終的に取材対象者全員が関係を否定しましたが、信者が影響？というテロップを入れ続け、取材過程を伝える番組内容だったこともあり、視聴者の誤解が広まったようです。番組スタッフによる騙し討ち的な取材の疑いも浮上しており、テレビ放送に詳しい識者は、印象操作に近い許されない取材手法ではなどと指摘されていました。結論として、デジタル献花と旧統一教会との関係はありませんでしたが、約8分間の放送中の間、画面右上には、デジタル献花に信者が影響？というテロップが表示され続けたため、この放送終了後、SNS では番組を引用して
やっぱり旧統一教会が絡んでいたなど、デジタル献花について否定的な内容の投稿が殺到し、放送行政を担当する総務省にも番組内容の真偽を確認する問い合わせが寄せられたようです。デジタル献花プロジェクト実行委は後日ネット上の騒ぎを受け、公式ツイッターで、昨日報道特集がデジタル献花に信者が影響と題して、旧統一教会の方々にデジタル献花との関係を問う取材をしていましたが、彼らは実行委員会のメンバーでないことを断言します。立案者が信者も事実ではありません。このような発信をあえてしないといけないことが残念ですと声明を出す事態にまで発展していました。この報道を受け、夕刊フジが TBS に対して、1、今回の報道に問題はなかったか、2、デジタル献花プロジェクト実行委に対する取材手法の審議などについて質問状を送りましたが、同社社長室広報部は文書で、番組ではデジタル献花プロジェクトは祝福2世が発案実行というメッセージが信者の間で流れていたという事実について取材を行ったと趣旨を説明し、その上で取材対象者全員が否定したことを放送したと回答しているようです。取材手法については言及がなかったため、夕刊フジが再度確認をしたところ、回答文書が全てと返答してきたとのことです。今回の報道特集について、元 NHK アナウンサーであった自民党の和田政宗参院議員は、デジタル献花プロジェクトの実行委が完全否定しても、さも信者が中核に関わったかのような流れで放送され、角度がついている、否定も肯定も補強する証拠を示さず、結論も明示せず、意図的に不十分な内容にしたかのようだ。デジタル献花について誤解をする人を増やした責任は大きいと語りました。当然のことながら、テレビ放送は国民の共有財産である電波の使用免許を得て行っており、電波はテレビ局の私物ではありません。作家でジャーナリストの門田隆翔氏も、デジタル献花について視聴者に悪い印象を植え付け、貶める目的の印象操作に近いのではないか、公共の電波を使って一定の方向に持っていこうとしたとすれば大問題であり、放送倫理番組向上機構 BPO が扱う案件だと思う。実行委に取材依頼した際、本来の取材趣旨を言わないことが事実ならば許されないことだと語っています。報道特集は昨年5月にも、国連組織が事故による影響とは考えにくいと評価している原発事故と甲状腺がんの因果関係について、その事実に一切触れずに因果関係を関連づけるように報道し、大炎上していました。事故で被爆したことで甲状腺がんになったとして、1月東京電力を相手取り損害賠償を求める訴訟を起こした原告の一人を取り上げたり、原発事故後に福島県が行った調査で、38万人のうち約300人ががんまたはその疑いと診断されていることを紹介したり、また低い被曝線量でも甲状腺がんは起こりうると主張する岡山大大学院教授のインタビューを流し、意図的に一方方向からいかにも関連があるのではと思わせる構成になっていました。まさに先日事実誤認発言で大炎上し、謹慎処分を受け先頃復帰した玉川徹氏が発言したように、テレビ番組が意図を匂わせないように誘導する作りにするのは当たり前にやることを字で言ってますね。過去にワイドショー番組3時に会いましょうのスタッフが、弁護士の坂本堤がオウム真理教を批判するインタビュー映像を放送前にオウム真理教幹部に見せたことで、
9日後の11月4日に起きた坂本弁護士一家殺害事件の発端となったとされる TBS ビデオ問題の不祥事で、 TBS の当時の磯崎博三社長が事の経緯を認め謝罪した際、同日夜の TBS 系ニュース23でキャスターのつくし哲也氏が報道機関の存立できる最大のベースは信頼関係とした上で、 TBS は今日死んだに等しいと思うと発言しましたが、その後の変更報道、印象操作を繰り返す様を見ていると今もまだ完全に死んだままなのでしょう。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。あたしらに都合のいい事実を積み上げて、ですかねわら。くだらん8年だったねわら。当事者の声は、聞いても、ちゃんと、その、事実が基づいて報道していないよね。テレビは変更報道にあふれてますし、テレビの情報を聞きかじった意見で議論を済ませてしまえば失笑を買うのですが、どうすればいいのでしょうか。現場で当事者の声を聞いてるのは報道特集にとって都合の良い人間だけ。反対の意見を持った当事者には意見を聞かない。これがこの番組のすべて。捏造を積み上げての間違いでは？8年間実績を積み上げてきたので、さらに上の番組へキャリアアップですか。これからは歯止めなく思う存分左側に行けますね。息をするように嘘がつけるようになる。電波オークション導入しないで独占させてるからよ。事実に基づいて、あちら側の結果ありきの事実に基づいてきたから、事実とは剥離した悪意でねじ曲がった変更報道になる。でも、同時に、フェイク情報を鵜呑みにしてしまったり、どこかで聞きかじった誰かの意見で、議論を済ませてしまう危うさを感じています。ですか、今後、その危うい番組の司会ですか、そうですか。そんなに真実が大事なら、私はホームビデオ事件について知りたい。坂本弁護士一家、外からホームは次々と凶悪事件を繰り返したのに、どうして TBS は事実を隠蔽し続けたのかと疑問でならない。この件一つとっても、TBS というテレビ局は人間の心を持っていないし、そういう存在が正義を偽ることは、本当に許しがたいことだと感じる。この8年間は徹底的に印象操作に邁進していました宣言ですね。わかります。自分の信じるものが真実に書き換えるからね。報道するから全てが真実とは限らないってことを我々が学んだ報道番組です。三文字で何をするのかだな。事実を積み上げて、まこれ自体は嘘ではないだろう。その後の、さらにねじ曲げて、を抜いてあるだけ。君らが事実を積み上げても報じる段階で、ねじ曲げ加工するから、無価値と害悪でしかないのよ。確かにフェイクや変更している。取材しているテレビ自身が、気づいてないなんて、お気の毒。捨てられるその日までわからんだろう。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？報道特集は、調査報道というジャーナリズムの真髄を看板に掲げていて、政府発表の裏側を追い、当たり前の常識を疑うことをコンセプトにする番組だそうですが、その報道番組の裏側が追われて、取材とか演出とかテレビの当たり前の常識が疑われているということです。よくもまあ恥ずかしげもなく、そんなコンセプトを挙げながら、ひどい変更を垂れ流していますね。
これまでの報道、BPO でしっかり審議してほしいところです。報道は公平かつ多角的な立場で正確に事実を伝えるものですから、恣意的な番組の作り方で視聴者に誤った印象を与えるのは報道番組のすることではないと思います。TBS や番組として意見を主張したいなら、番組名から報道を取って、局や番組の意見番組として放送するべきかと思ってしまいますし、報道という体で、ある種の間違った印象を視聴者に与えてしまうような番組は、大衆を洗脳していると言われても仕方がないと思います。これまでも散々、デマ捏造印象操作で視聴者騙している TBS には、総務省は本気で放送免許取り消すなど厳しく罰しないとダメなのではないか。そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録よろしくお願いします。